今ここには卵、山菜、唐辛子、ウッドリュフ、調味料があります。なかなかの収穫だよな。で、何を作るんだ？大人の女性が好む一皿特集ですか？お、ちょうどオイラたちが知りたかったやつじゃねえか。私だけの一皿という特別感が光る、非日常を味わえる至福のひとときを珍しい食材を用いて演出。なるほどな、大人は珍しい食材が好きなのか。なんか綺麗だな。料理じゃねえみてえだね。え、素敵ですよね。あ、盛り付け方が載ってますよ。これを参考にやってみましょう。そんじゃ一丁料理始めるか。水洗いした山菜や野菜を食べやすい大きさに切ってよく水気を拭き取る。和える場合はサラダボウルに調味料を入れて食材とよく混ぜ合わせて。盛り付ける場合は切ったやつを皿にもう持ちまうのか。そっちのが簡単だよな。簡単なのがいいというわけじゃないですよ。お料理は愛情だってカタリナが言ってました。そうか、お姉さん、そんなこと。わ、それ楽しそうだな。オイラもやるぜ。私もやりたいです。ちぎるのはこれくらいの大きさでいいですか？ね、ここにウッドリフと岩塩で作るおしゃれな調味料の作り方が載ってますよ。お、いいな。塩の代わりにそのウッドリフ塩で味付けようぜ。いい感じじゃねえか。いろんな色の山菜やお野菜が入ってますし、とっても綺麗です。大人っぽいと思います。もう一品できたでありますか？さすが団長殿たちであります。ほや、とても愉快なサラダですね。今にも山菜が踊り出しそうだ。まだ大人様ランチは完成というわけじゃないんですけど、試食をお願いできますか？もちろん、喜んで試食するであります。いただきますであります。ドキドキドキ。どうだ、うめえか？うしょっぱいであります。本当ですか？おやおや、どれ、私も一口よろしいかな？もちろんだぜ。食ったらアドバイスくれよ。おお、ウッドリュフと岩塩ですか。確かに少々塩気が濃いですが。ウッドリュフ塩ですな。岩塩は普通のお塩と違い味が濃いですから、
少なめが吉です。また塩気のある調味料は仕上げに一つまみ振りかける程度にすれば野菜から水分が出るのを防げます。うわ、そうなんですね。お料理って難しいです。せっかく作ってくれたのに申し訳ないでありますが、でも自分はサラダを食べるなら生でそのまま食べるより味付けがしっかりしている方が好きであります。この調子で頑張ってもらえるとありがたいのであります。わかったぜ。次は味見してみねえとだな。よし、また持ってくるぜ。頑張りましょう。自分は